お疲れ様です。9月も終わりに近づいてきました。9月29日、えー、16時の,そのコイン月光を見ております。いつものように上場コインだけ確認しておきますね。えー、14,675と、まあ、毎日上場してるコインはあるわけですけども、最近は i c o のセールスってやる人いなくなりましたね。耳に私は届いてませんけども、バッチリ毎日 i c o は成功しております。なんでこういうのがね、全然、 こうインンフルエンサーさんとか広めないでしょうねそれからあ取引所の数が1万2000飛んで1とこれも少しずつ増えてますで現在の時価総額が341兆円ということでちょっと元気を取り戻してきたかなというところです ビットコインのドミネーションが53.9%で、まあ、これもなかなか上々でイーサリアムがそれに比べると13.3%とちょっとドミネーションを、ね、落として以来なかなか15%とか16%というところには返り咲くことがないのかなというところですでは個別のコインを見ていきましょうビットコインは900万円を割らずに 進む展開でも1000万はやっぱり割らないでもらいたいかなってとことですイーサリアムも50万円前後で推移していただければいいんですがもうちょっとで40万というところで力弱いかなってところですね、まあ、リップルは相変わらず単独で勝手な価格をつけてますけどもいよいよ90円を目前にしております体のやっぱり 50円を切ると不安になりますけども、ぐいぐいと上がってもらいたいですね。やっぱり80円なり90円なり100円前後、体の1ドルっていうのがね、まあ、求めるところですけども、まだまだですね。で、柴犬が0.00278ということで、今年の役割は終わったんじゃないかなっていうところまで来ております。あとはね、皆さんのチェックしてるコインがそれぞれあると思いますんで、見ていただければと思いますけども、なんかね、目立つコインってのは最近出てこないんですよね。えー、例えば、最近の利益者ってところでね、ここに10万倍とかね、 うん、5000倍とかっていうのがね結構飛び交ってた時期はあったんですけども、まあ、今はねそういうのがあんまり見られないかなっていうところです、まあ、そういった意味で爆裂で上がっていく、うん、そういった銘柄っていうのはまあちょっと今は見られないのかなっていうところですねはいそれでは10月はどんな展開になるんでしょうか10月11月12月と最後の四半期も楽しみですねそれでは